はい、どうもこんにちは、サルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。例によって最初はね、重いんです。デコですお約束というわけでね、今日はね、ガチャを回したいと思います。あのね、お金って言っていいのか、このゲーム内通貨だね。ゲーム内通貨、これなんつうの、ルピーでね、ルピーでパックを買おうかなと思います。でクリスタルが全く手に入らないんだけど、クリスタルってリアルに課金しか多分これ入手できないぽいんだよね。うん、よく見たら制限ってね、年齢制限でしたね。まあある意味これはね、正しい判断というか。あと10欲しかったな、ちょっと待ってね。あとね、さっきランクマッチをやったんですけど、ちょっち重かったんよね。まだ、まあ回線状況はね、あれなんでね、軽量設定で、とりあえずね、もう全部サイカルってなんで、サイケーなんて言い方いないしないよね。メッセージも表示しない。予測表示もしない。再生しない。サウンド再生したい。こんなもん。これでいこう。あと、解像度か。解像度はまあ、とりあえずこのままにしておこうかな。多分これがベスト。これで重かったら、さあ、せん。まあ、PC 買うしかないけど、まあ、私、新しい PC 買う予定もあるんでね。てか、まだ買ってねえのかよってツッコミはそろそろ来そうなんですけど、すいません。いろいろありましてね。まあ無事に夏もね、終わるんでね、なんだかんだで。これで一応、熱暴走の対策は逆になんとかなるかなと。来年まではね。うん。でね、早速ガチャを回していきましょう。あ、うん、ちゃう。うん。これさ、どうなんだろうね。やって、これまだ初なんですよ。なんだ、100ルピーで1パックだよね。まあ8パック買っちゃおうよ、8パックね。もう贅沢に。てか多分ルピーって、他に使い道ないよね。ないと信じるっていうか、今カードが欲しいからね。どうなるこれ、ちょっとドキドキですね。これもまあ連携で見ていこう。これってさ、パパパパパーってやるとどうなんだろう。ちょっと やってみたかったんだよね。一枚一枚じゃなくてさ、こう、あやっぱりこうなるんや。おーおお、次元の超越だ。今ちょうどビショップね、今組もうとしてたからね。まあ言うてね、ネクロマンスターをまずね、完璧にしたいんだよね。これ来たよ、追加もう一旦。フロントガードジェネラル。ロイヤルまた強くなるかもね。ラストワードでホレストガードか。フォートレスガードの説明が見たい。3コス2、3、4、5持ち。まあまあまあって感じだね。ウィッチ。まあまあまあ。っていうか、あ、これ、あ、俺ビショップだもんね。これでもかわいいね。はいはいはい。なるほど。次。あ、こういう流れになるのね。あ、この間もこれでやりゃよかったね。早いじゃん、こっち。当たり前だけど、まあ。あ、地列だ。あ、これ結構強いんだよね。一点焼きのやつ。大別のドラゴンか。あー、パッとしないね。あーらら。これね、結構欲しかったかな。割とこれ強いんだよね、古典版。うん。竜の翼ってなんだっけ。あー、すべてに一点焼きか。まあ、2万やからね。いやー、なかなか引けないもん、引けないかな。てか、ケルベロス欲しいんだよね。ケルベロスじゃん。ケルベロ。あれ引いたプレミアム。あ、デッドニュービドウだ。2枚目。お、来た！デュエリストモルディカイ。これ来た。こいつね、面白いんだよね。ひたすら再生される男。消滅させられなければね、かなり強いってやつね。これ欲しかったね。あ、これがセンプルマッチか。あ、これでも結構これ好きなんだよね、センプルマッチ。で、プレミアム聞きましたってね。で、デッドニュービドウは2枚。でもこのカードあんまりやっぱ評価できないけどね。ネクロマンスの方がちょっと重い。これなんだっけ。ああ、これビショップのカードだね。無力の蓄積。ルースの手札のカード1枚、2回スペルース。ええー、面白い。これで次元のさっきの超越とか使えるかも。あ、ウェベベ。で、これですよ、デュエリストモルディカイ。ラストワードでデュエリストモルディカイ1体を出す。だからね、破壊されてもひたすら帰ってくるっていうね、この55が。マツマナで55っていうね。で、進化したら、まあ、同じ能力なんだけど、まあ、進化前のモルディカイが帰ってくると、さすがに進化で帰ってこない。あ、でもこれは嬉しい。
あと、ムクロの王とか、だから、ネクロマンサーのカード、アゴレンプロテクションか。森のスタート。おー、あ、ルシフェルか。嬉しいけどさ、ダブリなんだよ。あ、でもこれで2枚目か、ルシフェル。マジか、マジかって。ね、ケルベロス欲しいんだけどな。森の聖域って結構あれじゃなかったっけ。なるほどね。フェアリー強化できるやつだね。事件開始が、あ、これね。ルシフェル、まあ強いんだけどね。しかもニュートラルだから、まあその気になればどのデッキにも入れられるし、ぶっちゃけね、ほんと、ライフゲインとバーンだから、まあいろんなデッキに採用できるんだよね、実際。確定、ほぼ確定で4点回復と、ほぼほぼ確定で4点バーン。まあ実際ね、ヴァンパイアのデッキとかに入れると面白そうだよね、ルシフェルは。ライフ調整できるし。自分回転のフォロワー、ああ、なるほどね。でもドラゴンって5-5だからね。相手に使うメリット、まあ、あるっちゃあるか。あ、デュエリストモルディ界とか、ああいうカードをなんか潰すには使えるからね。なるほど、3-4。ほい、ほい、ほい。お、白銀の矢だって、重っ。アサシン。あー、全然引けねえ。ネクロマンサーって何ってぐらいでね。ああ、これ面白い。これいいカードだね。へえ、フェアリーいっぱい並べてババーンって投げたいのか。白銀の矢、エルフか。9マナでカード1枚引いて、その後相手のリーダーか相手のフォロワー1体に自分の他の手札の枚数と同じ。ああ、手札分バーンか。フェアリーいっぱいカードに光るからね。で、手札マックスが8だから8点焼きができるかもしれない。ああ、でもこれ手札から打つ時点で7枚なんとか。7点バーンか、最高が。収穫祭。てか、エルフのカードいろいろ引いてきたな。これでまた一通りデッキ組み直せるな。あ、これ欲しかった、フェアリーサークル。ケルベロス。ケルベロを、あ、これさっきのやつだ。フラグ。さっきのやつっていうか、まあ前で戦った相手の方が使ったカードね。ネクロマンスすると、お、ジェネシスドラゴンって、かっこいい。あ、このデモンスナイパーはちょっと欲しかったんだよね。普通に単純に3マナでバニラだけど4-1って結構打点高い。ゴーストを出すか。ゴーストによるデッキもちょっと作ってみたいよね。割とゴースト型っていうのも面白そう。てかさっきはこれ結構引いてない あ、でもこのカード強えじゃん。普通に強えわ。フェアリーが全員2点パンチャーとかになるからね。いっぱい並べて。あ、これいいな。これもう次元の超越使えって言われてる気がするな。ジェネスドラゴン、普通に疾走持ちか10マナで79。まあ実際ね、ドラゴンっていうか、そうね、ドラゴンって PP が結構あれだからね。アフェアリサークルまた引いてんじゃんっていうか、まあまあ悪くない引きしてるとは思うんだけど、ネクロマンサーのカードが欲しいんだよね。っていうか、普通にラビットネクロマンサーとかさ、普通にノーマルのカードだけど欲しいね。ノーマルっていうか。インフェルノドラゴンダブったな。ああ、来た。CV 緑川っぽいカード。これ結構でもね、便利。ヴァンパイアだと。ドレイン持ってるから。ドレインと必殺なんだよね。結構ね、頼りにしてますね、これ。割と優秀。あ、これあれか、プレミアムか。ガーディアンシスター。フェアリービーストってさ、回復のやつね。これあんま、あ、これプレミアムなんだよね。精霊の呪い。ああ、これか。この間使われたんだよな。なるほど。これ面白いなと思ったけど。ただね、1にする。2段階なんだよね。あ、でもエルフとはいいのか。フェアリーと何でも相打ち取れるよってことになるからね。なるほど。だからフェアリーのカードじゃなかったらエルフのカードめっちゃ引いてるんだけど。アサイクロンソルジャーも何気にあんま持ってなかったね。まあこれは結構打点重視というか。で、ラストパックだね。もう終わり？終わっちゃう。あ、集団なんちゃら埋葬いいね、これ。ライトニングスやりまほんま。あ、出た、バーブリックテーマ。ブラッドレイス、これ確か、ネクロマンサー。てか、ネクロマンサーってことだ。お前、CA の近道か。ネクロマンサーどこ行ったって感じだね。ライトニングベイマス。自分のリーダーと自分のホラースペダに2ダメージ。進化後は自分の、ん？これ何これ。これね、ヴァンパイア用のカードじゃないこれ。どっちかっていうと。ああ、5マナで66っていうスペックだからデメリットなのかこれ。なんか、ほんま、いまいちパッとしねえな。なんだこれ。使い道がいまいちわかんねえな。ドラゴンでこれやるメリットってあるか果たして。
デメリットでしかないですね。返金工房ね。これがね、いいんだよね。マイターン。ね。だこれ結構ネクロマンサー的に欲しかったかも。ほんとネクロマンサーってか、ネクロ、これ。あ、これ強いな。ブロッドレイジ。てかさ、ネクロマンサーのカードってどんだけ出ねえんだよってか、引かなかったね、今回。これぐらいか。あら、終わっちゃった。はい、というわけで、8パックの結果は、こんな結果でした。まあ、SR じゃなかったら、なんつうんだっけ、レジェンドか。レジェンドのルシフェル1枚引いたけどね。まあまあ、悪くはなかったかな。まあ、それでちょっとまたデッキ組み直して。でね、あ、そうそう、言ってなかったけど、ソロプレイがほぼ終わりですね。今ね、イリスだっけ？イリス以外は、終わりになってます。あとイリスだけクリアすれば終わりなんで。まあ、サクッとやっちゃうかなって。まあ結構ね、いろんな各デッキ回すね、作って回したんで、ね、いろいろとね、特色も分かってきてね、いい感じですよ。あとね、まあデッキは今各1とりあえず作って、まあまだ名前名のひねりもなく普通に組んでます。で、一応スリーブはもらったスリーブしてます。スリーブって多分まだ無料しかないんだよね。スリーブね。いや、いいね。なんかこう、ネットゲームの、ネットゲームだけどさ、こう、ね。こういうちょっとスリーブ変えるとかね、面白い。なんかあとね、リーダースキンってのも変えるんだけど、これちょっとね、まだいいかな。あとなんか、進撃のバウムトしかなくて、私進撃のバウムトね、あんまりやってないっていうか、全然やってないんで、ね。てか、モルデカイってこの人はね、あれみたいね。進撃のバウムトのキャラみたいね。どうやら。デュエリストモルディカイ。で、アニメも結局見てないんでね。サーセンって感じ。ってな感じで、じゃあまあこんな、今回はこんな感じで終了したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。